こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は山陽電車山陽天満駅の紹介になります。よろしくお願いします。まず地理院地図のパートから入ります。後で実写の映像が流れます。概要欄にリンクがありますので、実写の映像だけご覧になるという方は飛んでいってください。あと、チャンネル登録よろしくお願いします。さて、山陽天満駅なんですけども、この駅は山陽電車の網干線の駅となります。山陽電車の網干線は昭和15年から16年にかけて、鹿間駅から順次開業してきました。で、この山陽天満駅ができたのは昭和16年です。最初の名前はね、電鉄天満駅という名前だったようですね。現在の名前に変わったのは平成3年となっています。それではね、写真を見てみましょうか。これがね、現在の様子になります。はい。画面の中心に駅舎があります。こちらが潮入川という川だったと思います。駅はですね、対面式の2面2線のホームになっています。駅舎がね、ちょっとホームの下にあったりして、その辺はね、実際の映像を見てくれたらいいかなと思います。で、ホーム駅の他に、このね、隣にはね、側線がありまして、どうやら保線用のね、バラストとか、枕木とか、そういうね、物資なんかがね、積んである、この辺の空き地もね、どうやら山陽電車の土地のようなんですよね。結構広いね、スペースがあったりもします。で、網干線は全線単線ということになっています。で、今ではですね、すべての駅で列車交換ができるんですけども、この山陽天満駅ではね、結構頻繁に列車交換の姿を見ることができます。今のね、この写真でもね、列車交換中じゃないですか、これ。はい。それではね、写真を遡ってみましょう。はい、こちらがね、1979年から83年までの写真となります。まあ結構住宅地多いですよね。はい。まあそれでも、この線路沿いって結構ね、畑が多かったんですよね、網干線ってね。はい、こちらが1974年から78年。こちらが1961年から69年までになります。こちらが網干線の線路ですが、線路のね、周囲は、まあ、何もないなと。で、この辺りの道路が昔からある、まあ、道路なんでしょうか。民家がね、密集しているのがわかります。まあ、この辺りはね、今でこそこんな状態なんですけど、これ、かなり埋め立てて、どんどんと土地が増えて、行くのがね、わかります。埋め立ててね、工場なんかがね、どんどん増えてきたのもわかりますね。はい。さあ、それではね、実際の映像をご覧ください。はい、それではね、実際の映像になります。こちらがね、山陽天満駅になります。網干線は以前はね、ここまでが終点でした。さて、駅の前なんですけども、広い、まあ、ロータリーとは言えないけどね、広場がありまして、駐車場と、辺りにはね、ちょうどこう右手には電気屋さんがあるんですけども、シャッターが閉まっている店が結構多いなという印象がありますね。まあ、このね、古びたプレハブのところは実電車置き場のようなんですけどね。まあ昔は結構にぎわってたのかなというような感じがしますが、今はとても静かな駅前になっています。それではね、駅の反対側に回ってみることにしましょう。こちらがね、天満踏切になります。結構交通量の多いところですよね。ちょっと歩行者用のね、踏切もあるようですね。単線となってますが、駅に向かって線路を見ると、駅はね、2面2線のホームということなんですけど、右側にはね、これは保線用の車をね、出し入れするとこなんでしょうか。もう一本側線がありますね。ここにも車止めがあります。
こちらの空き地は保線用の資材置き場かなんかになっているんでしょうかね。なんか枕木っぽいものとかね、何かいろいろと資材が置いてある感じですね。線路の南側にね、来ているんですけども、まあかなり静かな住宅地といった感じです。車はね、結構ここは幹線道路なんでね、交通量があるんですけども、それ以外はね、静かな感じがします。それではね、駅の方へ戻っていきます。はい、今ね、石川方面のホームにいます。青星方面のホームにはね、普通車が3両編成止まっていますけど、どうやらここでね、列車交換があるようです。もう間もなく石川方面行きの普通車が来ます。列車交換の、ね、様子でしたけども、今いるのは、ね、鹿間方面のホームになります。3両編成の、ね、有効町があるホームになります。なかなか、ね、古いですね。まだ、ね、この直角のベンチがありますね。結構この床もね、これはちょっと結構古いですよね。なんかね、まあ、時折ひび割れがあるんで、歩くときはちょっと要注意なんですけども、周囲は住宅地の様子、結構よくわかりますね。向こう側には保線用のね、まあ側線が少しあったりはしたんですけども、これはよく見ると変電所があるんですかね。ちょうどこっちの架線につながっているのがわかりますね。はい、それではね、青石方面のホームに行くことにしましょう。それではね、構内踏切渡ります。2面2線のホームですね。こっち側のホームの下のね、石積みは結構古いまま残ってるみたいなんですけど、こっちはね、この辺が新しくなってて、向こう側だけがちょっと古いんですよね。なんか面白い感じですね。ちょうどここはね、
側線なんですけど、おちょうここに線路があって向こう側まで伸びてますね。バラストとか積んだりしてるんですかね。はい、それではね、青正面のホームの先端まで来ました。列車がはけるとねかなり静かな感じです。ここはね2面2線のホームになってまして、ちょうどね、さっきから言ってますこの左手にはね保線用の設備なんかがあるようです。で反対側見ると川になってまして、ポイントで単線に戻るのが川を渡ってから戻るみたいですね。ちょうど左手には歩道橋もあるんで、川は歩いて渡れるんですけど、あの辺からちょうどね橋を渡る列車なんかが取れるかもしれませんね。まあ今日はちょっと時間の関係で行かないんですけどね。